葉がの大きくなっていますので、何か横綱として横綱の名前に傷つかぬよう責任持ちたいということを親方に伝えました。師匠の方です。はい、引退をこう決めるまで横綱とはどんな話をここまで伝えてきたんですか。やった事実はあるわけですから、その責任というのは横綱としてしっかり取らなきゃいけないということで、いつもそういう話をしてきました。今回の事件のこと、そしてこの引退ということを師匠としてはどういうふうに受け止めてらっしゃいますか。やはり先ほど言ったようにですね、横綱っていう名前をですね、もう怪我しちゃいけない、ね、やっぱそれはあってはいけないことなんで、まあ、その意味で本当に私の指導不足もありますけど、本人ももっと反省してですね、これからまたそれを勉強しながらですね、社会貢献なりなんなり頑張って生きればいいんじゃないかなと思っておりますけど。どうだ、今回のこの一連の事件について一体何があったのか、これまでの警察の調査や協会の北委員会の調査で横綱自身がどのようなことを話してこられたのか、言える範囲で結構ですので教えてください。先輩横綱として弟弟子が礼儀と礼節がなってない時にそれを正し直し教えてあげるのは先輩のとしての義務だと思っています。弟弟子を思って弟弟子の未来を思って叱ったことが彼を傷つけ、そして大変政権を騒がし、相撲ファン相撲協会講演会の皆様に大変迷惑かけることになってしまいました。これまで相撲界のさまざまな不祥事がありました。もう二度とこういった不祥事を起こしてはいけないと横綱自身も思ってきたと思います。なぜ今回このようなことが起きてしまったのでしょうか。今も言いましたが、弟弟子を持ってこれからのことに僕にしたったことが彼にとって、礼儀と礼節をちゃんとして生きる考えながら頑張っていけるんじゃないかなって思っておいて行き過ぎたことになってしまいました。横綱は常々お客さんを喜ばせる相撲を取りたいと語ってきました。ファンに対してはどんな思いですか。16歳で母国から離れて海を渡って父国である日本にやってきて、親方おかみさんのもとで相撲、そして人様に迷惑かけないように人としてちゃんと生きる道を教えていただきながら育ちました。相撲を通じて縁があった方々、そして私を支え応援していただいたファンのおかげさまで第70代横綱になることができました。私は日本を愛してます。日本の国民も愛してます。ファンの皆様、心からお詫び申し上げて、そして心から感謝を申し上げたいです。16歳で日本に来てこの相撲界に入りました。横綱にとってこの
相撲の世界というのはどんなところでしょうか。私は相撲を愛してます。大好きです。そして相撲道というのはただ強いだけではなく、人として、そして相撲を通じて国民の皆様に感動と勇気、そして相撲を通じて社会に何かできることがを一生懸命やっていくことを、親方、おかみさんから学びながら、相撲を通じて皆に希望を与えることを考えて、自分できるだけのことをやっていきました。そういう意味では、私にとっての相撲は、丸い時の中で、ただ戦って強いわけでもなく、相撲を通じて人々に感動、勇気、そして希望を与える人の相撲なのかなと思います。およそ17年間の相撲人生です。どんな思いでありますか。相手が言っての相撲なので、今まで戦ってきたライバル相手たちにも感謝ですし、そして相撲を通じて縁があって出会った方々の支えのもとで、親方の教えのもとで、おかみさんに支えられていただいて今まで来たので、素晴らしい17年間でした。ちょうど5年前のこの九州場所で新横綱、横綱に昇進しました。横綱とはどういうものでしたか。僕も上がった時にも言っていましたが、横綱としてみんなの基本と見本になる、そして横綱の名前をに傷がつかないように精進して宿命頑張りますと言いました。一生懸命横綱として土俵に上がり、そしてお客さんに楽しんでいただける、喜んでいただける相撲だけを考えて、横綱としての責任を果たしました。たくさんの相撲を土俵上で取ってきました。どの相撲が一番思い出に残ってますか。たくさんの思い出があります。この場を通じて一緒に戦ってきた力士の仲間たちに本当に申し訳ないって伝えたいです。そして今思い出に残ってるたくさんの相撲の中で、やっぱ初土俵で序二口で優勝したことが、所詮忘れちゃダメなので、そのことがいつも思い出の中にあるながら、その気持ちを忘れずに今まで頑張ってきました。師匠に伺います、入門時90キロにも満たない少年を受け入れて横綱まで育ててきましたが、この開幕関の土俵人生、師匠から見てどんな土俵人生だったか。とにかく、稽古ですね、どこが痛い、あそこ痛いって言っても、弱音吐かずにですね、ずっと頑張り続けて今日まで、やってきたんじゃないですかね。その相撲を見てもらうことによって本当に皆さんにですね、喜んでもらえたんじゃないかなと思います。横綱、先ほどの師匠の涙はどういうふうに受け止めましたか。今から10年前に父を中古で亡くして、
して僕のお父さんであり師匠であり、そして僕の憧れの師匠でもあり、いつも親方とおかみさんに恩返ししていきたいな、おかみさんに喜んでいただきたいな、親方にも評価されていただきたいなっていう気持ちが、本当にいい息子としていい息子でいたいなっていう気持ちが強かったです。この17年で積み立ててきた僕の生き方がこんなに最後にこういう政権を騒がしたことに、本当に親方に申し訳ないって気持ちでいっぱいです。これからも自分なりに恩返しして、相撲の名前傷つかないよ、ちゃんとした生き方して恩返ししていきたいなと思います。今回のことがなければ、もし引退後も協会に残って大相撲を支えていこうという思いはありましたか？相撲があっての私なので、相撲道に恩返しして生きていきたいなという気持ちがありました。最後になりますが、今後、アルバムについての人生が続いていくわけですけれども、今後どのような人生を歩んでいこうと思いますか？お岩とおかみさんの17年間の教えのもとで、相撲と学んだことを生かして、人様に迷惑かけないようにちゃんとした生き方をして頑張っていきます。いくつもりでいます。大丈夫です。今日はそれでは各社ご質問がある方、挙手、社名の読売テレビの橋本と申します。こちらにお聞きします。先ほど、自分の暴力について男弟子を思って、やったことだと話されました。今、あの岩関に対して思うことは何かあるでしょうか？高野屋関に気が合わせて心も多分傷ついてると思いますので、これから礼儀と礼節を忘れずにちゃんとした生き方をして頑張っていただきたいです。はい。